皆さんこんにちは、佐々木ひろのです。今日は2021年3月八白土星の運勢をやります。この動画をご覧になると、八白土星の3月の運勢、1番全体運、2番人間関係恋愛運、3番金運、4番健康運、5番今月のアドバイスが分かるようになります。また動画の最後に、同階八白土星、傾斜八白土星への一言アドバイスもございます。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは日常生活に使える九星気学を分かりやすくお話ししています。ご興味ある方はチャンネル登録お願いします。はい、では八白土星の運勢をやりたいと思います。まず頓光板チェックですね。今月の頓光板はこちら、3月オレンジの番です。そして年番が白い番ですね。はい、この年番で言うと、一白がここにいますね。一白の上に八白が乗っています。はい、ここ一白の木を浴びた八白土星の3月という運勢です。ではこの解説をしていきます。まず全体運の1番ですね。八白土星の1番は、今月八白の人ね、なんとなく、頭がぼんやりして、判断力が鈍る、また方向性が見えないっていう、そんな気が巡っています。その原因は自分の情報収集不足だったり、勉強不足、技術不足ということで、自分の未熟さからということになります。なので今月なんかこう判断がつかないなっていうことがありましたら、先輩や先生、上司などに、尋ねて教えを請うということがおすすめなんですね。謙虚な精神が大事ということになります。まだまだ未熟だから教えてもらおうという謙虚な気持ちですね。そしてその時に注意したいのが、八白土星というのは見えない力、スピリチュアルという力を持っている星なので、精神性を磨くということを意識してほしいんですね。物理的なことだけではなく、精神性とか人間性、そういったものを優先して学ぶということがおすすめになります。続いて2番人間関係恋愛運です。人間関係とてもいいです。コミュニケーションがうまく取れます。人の気持ちがわかるという感じなんですね。八白の方ね、割と空気読まない方が多くって、空気読まない良さっていうのもあるんですけども、今月は細部がわかるというかね、皆さんの雰囲気がわかるという気が巡っていますので、コミュニケーションうまくいきます。また、悩んでいる人とか困っている人が集まってきそうですので、相談に乗ってあげるというのもおすすめです。そして恋愛運もいいです。一つ、深い関係、理解が深まる関係が期待できそうです。続いて3番金運です。金運今一つですね。急な出費がありそうです。一泊水の上に乗っていますので、何でしょうね、水のトラブル、お家の中のお風呂が壊れたりとか、湯沸かし器が壊れたりとかで、出費があるかもなって感じです。はい、そして、4番健康運です。健康運も今一つですね。暑さ寒さが感じ、なんていうのか、寒暖差で油断しちゃって風邪をひいちゃいそうですね。油断して出かけて
薄着とかで出かけて寒くって熱が出ちゃうっていうことがありそうですので注意してください。そして今月のアドバイスです。まずおすすめパワーストーンはラブラドライトですね。今月ね、八白の方、火と水の木を浴びてるんですね。一白水星は水ですよね、ここです。そしてこの一白水星の下に九紫火星が隠れているんですね。なので火と水が重なってる上に八白の方が乗っかっているという運勢になりますので、火水の激しいこう上下が激しいところにいるということで、ラブラドライトがねその中和役といいますかね、穏やかな気持ちにしてくれるというエネルギーがありますのでおすすめです。そして生き方のアドバイスですが、今も申し上げたように、感情の起伏がすごい激しい一月になりそうですね。いつになく、八白さん、マイナス思考、ネガティブな気持ちになりがち。いつもは堂々としていた、いるのに急に自信がなくなって人の後ろに隠れたくなっちゃったり、判断がつかないってさっき言いましたけども、判断がつかなくてぼんやりしてるのに急に白黒はっきりした答えを言っちゃって周りを驚かせたりとかですね、自分自身も周囲の人たちも今月の八白の人にはついていけないわっていう感じなんですよね。なのでちょっとそれを踏まえた上で過ごしているといいんですけども、知らないと私どうなっちゃったのって思いそうな一月です。そんな時は、自然の中に身を置いて過ごすと、落ち着いてくると思います。森林浴とかね、公園の散歩したりとか、お花を見たりとか、そういったことをすると、少し落ち着いてくるんじゃないかなって思います。ラッキーカラーは白と黒、そして緑。ラッキーフードは、お魚の干物とか当たり目とか、火で干した海産物ですね。そしてラッキーアイテムは観葉植物とお花になるんですけど、お花は白い花がおすすめになりますので、ちょっとね、感情の起伏が激しくなっちゃったら白い花を目につくところに飾る、1ヶ月間白い花飾り続けるっていうのをやると、中和されて穏やかになれるんじゃないかなと思いますのでお試しください。最後に同階八白土星、周りの方が悩んでいる、もしくはトラブルになっているという感じ、相談に乗ってあげてください。傾斜八白土星、今月は学ぶ時ですね。何かアウトプットする時じゃなくて自分に知識を入れるインプットの時になります。アウトプットはまだちょっと先って感じですね。インプットの月という感じです。はい、いかがだったでしょうか。八白土星の3月の運勢でした。参考にしてください。はい、ではエンディングです。私は毎週木曜日サブチャンネルのおしゃべり九星気学でライブ動画をやっています。気学の好きな方が集まってコメント中心にライブを進めています。毎週テーマを決めてそれについてお話ししたりコメントのやり取りをしたりして楽しく行っています。そして毎週駅占いで1週間の運勢を占ったり、寄せられたお悩み相談にお答えしたり、毎週1名の方に無料カウンセリングのプレゼントもございます。気学が好きなあなた、ぜひ遊びに来てください。そして私が毎朝行っている非番吉報、通称吉カフェという開運方法、自分の吉報院に出かけて行ってお茶を飲む、それだけで開運する、楽しくて簡単なものなのに効果がとても高いということで、動画をご覧になっている方全員におすすめです。
キチカフェオンラインサロンでできるようになりますので、ぜひご入会ください。1ヶ月無料試しができます。最後までご視聴ありがとうございます。もし気に入っていただけたら、いいねボタンお願いします。チャンネル登録であなたも幸運体質に。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう。